ところをご覧いただけますでしょうか。ちょっと離れておりますね。これは関東大震災の時に、焼けた船がこちらにぶつかって炎上したね。これがこう長い形で、今も保存されております。この石、赤屋が出てきておりまして、ちょっと弱いですね。その他こういうふうに行きますと、こういうなんか起こったかなと思うんですね。そういうのも後で上がってご覧いただくことができます。本日のクローディング、左後ろにおります船長伊藤でございます。しかしはコカ・コーラのコマーシャルと出てから起用したんです。それからその後ろに青いジャンパーを着ているのは、クルーザーの西村でございます。よろしくお願いします。そして、この白い白い、白い